どうも、野村です。建築学科の皆さん、4年生になったら卒業設計がありますね。僕も今ね、4年なんでその真っ只中なんですけど、約1年間同じ課題の設計をねするのっていうのは初めての試みじゃないですか。なのでかなり難しいと感じてるんですよ。そこで今卒業設計をやってる4年生だったり、今後やることになる2、3年生の方向けに、僕の先輩の卒業設計のスケジュールとか、今自分がやってみて感じてることとかを、まとめてきたので、ご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、では紹介する前になんですけど、まず見てくれてる皆さん、本当にご覧いただいてありがとうございます。でぜひね、チャンネル登録をしていってもらいたいなと思うので、ぜひチャンネル登録ボタンを押してってください。ということで、卒業設計の流れは大きく分けて3つあるんですけど、まず1つ目、この1つ目が課題を設定するっていうことなんですよ。今までの授業の設計課題とかではね、一番最初の授業で課題文が先生たちから渡されて、こういうものを設計してくださいとか、こういう問題があるんで解決してくださいみたいな、そういう課題文が出されるんですけど、卒業設計っていうのはね、それを自分で設定しなきゃいけないんですよ。ここはね、かなり初めてやることなんで難しいんですけど、この自分で設定する課題っていうのを難しくもできるし、やっぱり自分で設定するんで簡単にもできるんですね。でここで意識してほしいのがね、1年間その課題について設計して向き合っていく中で、1年間まず続けられるような難易度にするっていうのが大事です。例えばね、考えてすぐ3ヶ月ぐらいで課題を解決できちゃうような難易度にしたらすぐ終わっちゃうし、2年ぐらいね、もっと何十年もかかるような課題に設定したら1年じゃ終わらないっていうのがあるので、まあ、自分の能力を考えてどんぐらいできるのかとか、どんぐらい設計力があるのかっていうのをまず自己分析をしてから課題を設定するっていうのがポイントになってきます。その課題の設定において、自分がその思いついた課題をどんぐらい解決したいと思っているかとか、その熱量がね、かなり大事になってきます。でその課題設定としてよくあるのが、流行りものとか時事ネタがありますね。今の世の中だとポストコロナ建築とかから、住宅とかオフィスの形が今後変わっていくんじゃないかみたいな、そういうのをね、かなり今年は増えていくと思うんですけど、まあ、確かに疑問とか課題としてはね、思い浮かびやすいんですけど、本当に自分がそれを研究したいのか、研究したかったのかっていうのをもう一回ね、思いついた人は考えてほしい。だから1年間自分がそれについて研究していきたいのかっていう熱量を抱いているのかっていうのがとても大事になってきます。なんでここからですね、卒業設計のテーマっていうのは自分が生涯考え続けていくものだと思うんですよ。なんで将来の設計とか、自分がどんな建築家になりたいのかを考えたら、このポストコロナ建築とかのね、2、3年後とかの近い将来に解決されていそうな問題、課題っていうのはあんまりおすすめしないかなと個人的には思っています。で次にスケジュールの話なんですけど、だいたいいつまでにこの課題を設定すればいいのか、まあ、これは個人差はもちろんあるんですけど、僕はね、4年の7月ぐらいまでには設定した方がいいんじゃないかなと感じています。で、まあ、7月と聞いて早いなって思う人ももちろんいるかもしれないんですけど、ここからね、先思想の構築だったり、提案するもの、ビルディングタイプとか何を設計するのかっていうのを決めていくので、まあ、7月ぐらいが目安なんじゃないかなと思っております。でこの課題設定なんですけど、4年に入ってから考えるっていう人もたくさんいるかもしれないですけど、それだとね、やった感じで時間が足りないです。理由はですね、課題を自分で設定するっていうのは先ほども言った通り初めての試みなんで慣れてないんですね。なので想定していたよりも、かなり時間がかかっちゃうっていう、自分の予想してるスケジュールとの齟齬が出てきてしまうので、まあ、僕の体感としては3年生の後期ぐらいから自分が将来どんな建築家になりたいのかとか、将来どんな設計をしていきたいのかっていうのを考えておくと、テーマを考えやすくなってね、4年生になった時にすぐパッて思い浮かぶようになるかもしれません。次に卒業設計の2番目なんですけど、2番目のスケジュールは独自の理論を構築するっていうのが大事になってきます。まずね、1番目で言った通り課題を設定するんですけど、課題が決まったら次に仮説を立てるんですよ。この仮説って何かっていうと、課題に対してどういう解き方をしたら今よりも良くなるのか、こうしたら良くなるんじゃないかなって設定することが仮説になってきます。この仮説がね、自分独自の理論とか設計手法になってくるんですよ。なんでここがかなり評価ポイントになってくるんじゃないかなと感じています。で仮説はその提案のあなたのオリジナリティと、あと発想力で、聞いた人、その教授たちにプレゼンすると思うんですけど、聞いた人を確かにって思わせることが仮説の重要なポイントになってくると思います。でスケジュールでいうと、仮説を立てたらその次に提案内容を決めていきます。具体的にはどこに
何を建てるのかとか、設計する面積とか、設計する敷地とか、あと何を設計するのか、ビルディングタイプとか、この辺を決めていかなくちゃいけません。ここまでの理論構築っていうのを期間で言うと9月の半ばぐらいまでには設定したいなと思っております。なんで7月に課題を設定してるんで、2ヶ月半ぐらいでこのビルディングタイプとか面積とか敷地を設定していくっていうようなスケジュールになってますね。でこれはもちろん2ヶ月半で全部決まるわけじゃないんで、次の段階、次のフェーズに入っても考え続けていくっていうのが大事なんですけど、とりあえずここまでで仮決めしておくっていうのが大事だと思います。でここで先輩の例を例えば紹介すると、だいたい3種類ぐらいにここでね分かれるんですけど、まず1つ目が研究を重ねて設計作業にそのまますんなりと入れる人、まあ、これは順当にいってる人ですね。で次2パターン目がテーマがなかなか決まらず、テーマっていうのはこの最初に言った課題ですね、課題設定がなかなか決まらずに9月になっちゃう人。でなんでこれがあんまり良くないって僕が思っているかというと、設計ってもちろんね時間がかかるんですよ。図面描いたりね、9月以降から課題を設定して、先ほど言った2ヶ月半とかで理論構築をして、そこから設計ってなると、設計期間が2ヶ月とかになっちゃって、普通の設計課題、今までの 2,3 年生とかで出されてきた設計課題と同じか、むしろ短いぐらいの期間でね建物を作んなくちゃいけないんですよ。その作品がいい設計になるとあまり考えづらいじゃないですか。もちろん設計っていうのは積み重ねになってくるんで、長い期間を重ねた方がね良くなっていくっていうのがまあ一般的だと思ってるんですけど、短い期間で設計を詰めていくっていうのはかなり難易度が高くなっちゃうんでね、早めに決めるのをおすすめしてます。で次に3パターン目なんですけど、テーマはすぐに決めたけど深掘りが難しくて理論とか手法、設計手法っていうのが作れない人がいます。まあ大体この3パターンに分かれていくんですけど、この3つ目はね、かなりシビアな問題で、テーマはね決めれたんだけど、調査とか研究を重ねていく上でなんか手法が思いつかないなとか、自分の手法を作れない人が出てくると、これはね最初のテーマに問題があるのか、その研究方法に問題があるのか、そこをまず定めなきゃいけないんですよ。なので3パターン目の人がかなり重症になっちゃうパターンかなと思っております。まあここまでいろいろ紹介してきたんですけど、あくまで目安なんで、自分は設計が早いとかそう思ってる人は全然問題ないんで、自分のペースでやってみてください。あくまで参考なんでね。でも一つ言えるのが、注ぐ力とか時間をね、不均一にしてるとどこかでボロが出てしまうんですよ。だから設計に時間が割けないと全て台無しになっちゃうみたいな感じで、理論はよく考えてるんですけど建築がかっこよくないっていうのは結構ある話じゃないですか。だからそういう部分でも均等に時間を割いていくっていうのが大事になってきますね。それでは次に卒業設計のスケジュールの3つ目がですね、建築の提案をするっていうことなんですね。この建築を提案する、当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、今まで言ってきた7月から9月半ばぐらいまでの理論構築とかの沼にはまる人がいてですね、設計に入れない、設計フェーズに入れないとか、あとは作った理論がね建築設計に当てはまらなかった人とかも、まあ、この辺は先輩のを見たりとか自分がやってみての感想を話してるんですけど、もちろん研究をね4月からやってる上で考えることっていうのはかなり大事になってくるんですけど、最初から常にその最終形、どんなものを提案するのか、どんなものを提案したいのかっていうののイメージを持つことが大切になってくるんじゃないかなと思います。はい、でこの提案の期間っていうのが先ほど言った9月の半ばぐらいから12月の終わりぐらいまでを目安にやってみると結構いいスケジュールでいってるんじゃないかなと思います。で提案までにはね、かなり敷地の調査とかスタディとかがねたくさん必要となってくるんですよ。で特に提案する床の面積が大きい人、っていうのはこれまでのスケジュール感覚でいくとねかなりキツキツになって終わんなくなっちゃうんで気をつけてほしいなと思います。で参考までに僕の設計ではですね、延べ床面積と期間を出してみたんですけど、今までの課題からね、延べ床面積が1000平米だったら1ヶ月ぐらいで、設計期間が1ヶ月ぐらいで図面描けるかなっていう感じですね。で次に3000平米ぐらいになってくると2ヶ月必要かなって思ってて、で最後に5000平米になると、まあ、3ヶ月は設計にかかっちゃうかなって思っております。でもオフィスビルみたいにその基準階がある場合、ホテルとかオフィスビルとかね基準階があると思うんですけど、そういう場合ならもうちょっと早く設計できるんで、自分の提案と自分の能力を照らし合わせて、そのスケジュールを管理してほしいなと思っております。はい、それじゃあここまで卒業設計のスケジュールを話していったんですけど、最後にですね、卒業設計のテーマでねやっぱり全員悩んでると思うんですけど、ここで僕が大事にしてるとか気をつけた方がいいなって思うのが、自分がもともと興味があるものをまず選択する。で次に将来設計を通して何がしたいのかとか、どんな建築家、どんな人になりたいのかっていうのを意識した上でテーマを決めていくっていうのが、意識するとね1年間やり通せるテーマに出会えるんじゃないかなと思っております。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。